いやあ、ランセランセ、どうもミスターブストでございます。本日は南北朝時代人物解説、足利高氏編でございます。はい、この足利高氏いやー非常にですね面白い人物なんですよね。はい、今絶賛放送中のアニメ逃げ上手の若君でも主人公北条時行の、ま、最大のね敵として描かれていますし、えー、去年、えー、ね話題になったあ極楽聖位大将軍っていうね本の主人公にもなってますけど、まあすごく魅力的なあ人物なんですよね。 はい、今回はそんな足利尊氏がですねどういう家柄どういう出自でそしてどういう形で北条時行と戦うことになったのかその話をしていきたいと思います、まあ、この足利尊氏ね本当にもにたくさん話がありますんで、まあ、一本の動画で全てをしゃべるってことはできないので、まあ、今回は第一弾ということねお話し聞いていただければと思いますそれでは行きましょう足利尊氏の解説でございます さあこの足利尊氏源氏の血統というところで、まあ、後に、ね、室町幕府も、ね、開くことになるわけですけどもただこの源氏といってもですねいろんな源氏がいるんだけど貴族の源氏だってねいるわけなんですけども、まあ、そんな中で、えー、部門ののの源氏の血を引いいててるぞっていうのがね、まあ、一つあまこの高氏のご先祖様に八幡太郎義家源義家っていう人がいるんですがこの人が前九年五三年合戦っていうね東北での、まあ、戦いで、えー、すごい武名を挙げたということがあったんですね。 でそこから八幡太郎義家の子孫の源氏といえばもう部門の家柄だみたいな、まあ、アイデンティティをね彼らが持つことになり、えー、そういうイメージが広がっていくということになります。でえー、そののの同じくこの義家の子孫である源頼朝が 平家を倒してですたえねその平家を倒す中でですね頼朝が挙兵した頃っていうのは他にもいろんな源氏がいたんですよ武田とかね新田とかねいろんな源氏がいる中で頼朝がそのライバルを蹴落としながら平氏政権を滅ぼして鎌倉幕府っていうのを作ったから頼朝がその源氏の棟梁みたいな感じになったわけですね。 他の,その武田とかがもし、えー、勝利してたらそっちが源氏の棟梁になったかもしれないんだけど、まあ、頼朝が最終的に勝者になったのでナンバーワンになったから俺が源氏の統領だぜっていうことになったわけですよね頼朝がね。で、えー、同じく源氏の血は引いてるんだけども、まあ、頼朝にはあ勝てなかったあ源氏で、えー、この足利氏というのもありまして、えー、足利氏はその鎌倉幕府においては、えー、源氏の所流という扱いを受けることになりました。 所流とはいええー、同じ源氏の一門ですからね頼朝にとってはこの足利氏っていうのは、まあ、非常に鎌倉幕府の中で優遇されていましたし、まあ、その後頼朝のね、えー、子孫が耐えてしまって鎌倉幕府の将軍っていうのは頼朝の子孫が継いでいくということはなくなったわけですよねで、まあ、事実上北条特宗家っていうのが、まあ、実権を握ることになるわけですけどもその北条特宗家からもですねこの足利氏というのはやはり源氏の血を引いていますから、まあ、そういった意味で非常に重要視されていて好待遇を受けているんですよね。 こちらの家計図を見てもらったらわ、ね、かると思うんですけども、まあ、ほとんど当主の妻というのはですね、えー、北条の特捜家の当主の娘というのをこうめとって、えー、いますなので北条家でも非常に、まあ、密な関係であったということがわかるわけですね、まあ、ただしこの北条特捜家というのはその代を重ねるごとにですねどん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 その権力というものを強くしていきますから、まあ、その中で相対的に、えー、足掛けの地位というのを、まあ、低下していたと。 まあ最初のの方こそ,、ね、その源氏の血を引いていてるんだ足利氏は、えー、頼朝様の、ね、ご親戚なんだっていうことで、ねまあ、非常に、ね、重く見られていたと思うんですけどもやっぱりこの北条特捜のもう戦後の時代ってなってくると、まあ、足利もね立場というのは弱くなってきているということがありました。 ドラマの『太平記』なんかではね北条特捜家の、ね、トップである北条貴時が足利尊氏をこうなんかいじめるシーンみたいなのありましたよね。なんか犬,犬をけしかけてなんか噛ませてうわっみたいなでそれ見てゲラ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 笑ってるみたいなまあシーンがありましたけどもまあ実際そこまでねバカにして、えー、いじめるみたいなことやってたかどうか分かりませんけどもまあちょっとですね、まあ、北条家に敬われるってことはなかったでしょうね。 でそんな中でですねこの足利尊氏お母さんはですね北条の女性ではないんですよね上杉清子という上杉氏の女性が母親でございますこの上杉氏っていうのは果十字流藤原氏っていうね、まあ、藤原のもともと貴族の家柄なんですよで、えー、と京都の方のね上杉っていうところにまあ所を持っていた在地領主で、まあ、それが関東の方にまあ下校してきたっていう。 まあそういう一族が上杉氏なんですけどもそこの上杉氏の女性清子が高氏のお父さんである貞氏と結婚して生まれたっていうのがまあ高氏なんですよねでこの高氏のお父さん貞氏には北条の血を引く女性の妻もいましたそっちが正妻ですでその正妻との間には足利高義っていう息子が生まれていたんですよねなのでそっちが本来ならこの足利を継ぐ予定だった人物です高氏はですね 足利のの中ででも側室子供とということで地位はしかしですねこのお兄ちゃんの高義が早くに亡くなってしまったことによって高氏は15歳で元、えー、服してその兄高義の、まあ、死を補う存在として見られるようになりました、まあ、ただここでちょっと面白いな面白いというかね興味深いなというふうに思うのはですね もうすでに高吉が足利家の家督を継いでいたんですよ。足利家の党首だったんです。で、高吉が死にましたと。で、高氏が、弟の高氏が元服しましたっていう話になったんだったら、この高氏が、じゃあ次の足利家の党首だよねっていう風に、まあ、普通なら思うと思うんですけども、高氏はですね、この時党首になってないんですよ。 この時当主になったのはなんとお父さんの貞氏なんです。貞氏は自分の家族を息子の高氏に継いで隠居してたんだけどその息子の高氏が死んじゃったら自分がまたもう一回当主やりますってで出てきてでこの高氏には後を継がせないっていうことをしてたんですよね。まあその理由っていうのはねわからないんですけどもここで貞氏は自分がずっと当主をやってるんです。でしかもこの27歳で高氏は家督を継いでるんですけどもその継ぐのもお父さんの貞氏が亡くなったからなんですよね。 はい。なのでめちゃめちゃ遅咲きなんですよ。27年、ね、まだ家族をついてなかったと一体。このお父さんを貞氏は何を考えていたのかちょっとわからないんですけどね。まあ、何かこのこの辺りをね。すんなりと高氏に家族が譲られないっていうところで、まあ、非常にそのなんか北条と足利の関係がまあすごいね。なんか絶妙な感じだったのかなとか。いろいろ想像が掻き立てられますよね。まあ、元々本来は高氏はその足利の家をね。継ぐなんていう予定はなかったわけですね。まあ、そんな風にかなり遅。い 年齢で家族を継いだ高氏だったんですがその頃にですね世間が大きく揺らぐ事件があったわけでございます、まあ、それが現行兼務の乱でございます、はい、かの有名な五代の天皇が「鎌倉幕府ぶっ潰すぜ!」ってね、えー、クーデターを起こすわけですよねでそれでまあ一回そのクーデター失敗しちゃって、えー、沖にね流されちゃうんですけどもそっからそのね地元のね 漁師たちの力とかを借りながら舞い戻ってくるわけですよね復活してふざけんじゃないやつって言戻ってくるわけですよで鎌倉幕府潰すぞーつって言ってわーってくるわけですねで大きなあ戦いになりましたとでそこで最初足利尊氏は、まあ、当然ね鎌倉幕府の御家人ですから、えー、鎌倉幕府軍としてこの後醍醐天皇の反乱を鎮圧するぞつって今日に、えー、来るわけなんですけども、まあ、そこでですね古、えー、賀縄手の戦いという戦いがあってここで尊、えー、氏の、まあ、上司にあたる人物だった名古屋高時という人があ戦死してしまうんですね。 この名古屋高時というのはあ、北条の一門です。力をお非常に持っている名門の家柄でございます。高氏はこの名古屋高時が戦死するのを目の当たりにしたので、まあ、そこでですね、あこれはもうダメだと、五大王天皇の軍強すぎるわって言って心変わりして五大王天皇側に味方したというふうに考えられています。 まあただ、そのね、名古屋高時の戦死だけが理由ではなくて、もともと高氏はですね、後醍醐天皇とコンタクトを取っていたんじゃないかっていう考え方もされています。まあ、これは高氏が実際朝廷に対してこう歌を送ってるんですよね、和歌を。 高渕非常にねその和歌に対しても熱心な人だったんで和歌を送ってでこれをね自分のこの歌をその直線手に入れてくださいみたいな感じでこう、まあ、歌を投稿してるわけですよね。でそれを当然その後醍醐天皇も見てますんで、えー、その和歌を通じてもしかしたら高氏と後醍醐天皇の間に何かしらそういう関係性友好、ね、関係みたいなのが築かれていたかもしれないっていう考えもあります。まあ、詳しいことはわからないんですけどね。 はい、だからここで急にパタッと心変わりをしたっていうよりは、まあ、そういった後醍醐天皇に対する個人的な感情だったりこの家のことですよね実質北条特宗家の家来みたいになってしまったあこのね足川家の源氏の現状を憂いていたとか、まあ、いろんなあ考えが、ね、あってのことだとは思うんですけど、まあ、詳しくは分からないんですが、まあ、このタイミングで、えー、高氏はあ後醍醐天皇側に寝返ったわけでございます。はい、だからこの時も、ね、高も高いろいろ考えたと思いますけどね そして、えー、後醍醐天皇側に移った高氏は、えー、後醍醐天皇から非常にですね、えー遇ですまあ、高氏が厚遇を受けたのには、まあ、その働きが、まあ、非常に評価されていたからなんですけども、えー、これちょっと面白い記録があります。 北畠近房という人物がいるんですがこの人はあの北畠顕家のお父さんですね、はい、この北畠近房この人は貴族で、まあ、めちゃめちゃその武士を、まあ、憎んでるというか武士のことをムカついてるんですよ武士ふざけんなみたいなスタンスの人なんですよね基本的にはで天皇万歳みたいな人なんですけど、まあ、この人の書いた「人能小刀記っていう、ね、記録があるんですこの人能小刀記っていうのはおこの北畠近房を属した難聴ですね 後に北朝南朝って分かれちゃうけど南朝の方が正当なんだぞっていうことを、まあ、世に知らしめるために書かれたものなんでその足利尊氏なんか北朝をね作った人ですから尊氏ふざけんなっていう話なんですけどでもその中で尊氏を評価する記述があるんですよ。そそそもものの氏御方に参りしその子は誠に叱るべしということで尊、えー、氏が鎌倉幕府を裏切って後醍醐天皇に味方したということは、まあ、非常に評価してるんですよね。こんだけその 北朝とかねその武士ふざけんなっていうスタンスを貫いている下房でさえこの足利高氏が後醍醐天皇に味方したってことを評価しているので、まあ、やはりねこの尊氏の裏切りっていうのは大きかったんでしょうねすごく重く見られていたとだからこそ破格の待遇を得たんだ尊氏はですねこの後醍醐天皇から陳守府将軍だったりとかね武蔵の神とかだったりね非常にその位の高い官職を得ています。 異界も最終的には12位まで上ってますんでめちゃめちゃ上ですね武士でこう12位までいける人ってもうめったにいないです、まあ、せいぜいね4位ぐらいですよいけてもね10位の芸とかねそれぐらいだったりするんですけどもそんな中で12位までいってるんでめちゃめちゃあ評価されてます、まあ、そして極めつけはやはりこう名前ですよね足利尊氏の「高」の字っていうのはもともと北条高時からもらった高い,高い低いの「高」だったわけですよね でもこれを後醍醐天皇の本名ですよ本名の忌み名っていうのはめったに、ね、これ出さないわけなんですけどもこの後醍醐天皇の忌み名である高春の高をもらって、えー、高氏に改名した読みは一緒なんですけどね高氏に改名したってことがあるわけですよ。天皇から返記をもらうっていうのはこれはねもう絶大な信頼があったからこそだと思いますので、えー、このようなねところから破格の厚遇を受けていたということがわかります。 まあ一方でですね、えー、そんな風に高氏がすごく評価されているのに面白くなく思う人たちもいたわけですね。えー、特に行動に移してしまったのがこの森吉親王です。この森吉親王は後醍醐天皇の王子で征夷大将軍だったんですよね。はい、征夷大将軍、まあ、すなわち、えー、武家を統括する立場の人間だったわけです。まあ、そんな森吉親王がこの高氏がねすごい評価されてるからちょっとこれやばいんじゃないかと。そのの武家をままとめるのはあくまで このね森吉親王だっていう話になってるんだけどその武家のトップは足利尊氏さんでしょうみたいな話になったら森吉親王としてはまあ、いい気がしないわけですよね、まあ、それにそこでこう対立なんかもどんどん深まっていってしまうので、えー、森吉親王はこの足利尊氏を暗殺しようと企てたそうです、まあ、しかしこれが失敗してしまって、えー、森吉親王は鎌倉にね流されるということになってしまったんですが、まあ、こういったその高氏を暗殺するぞって森吉親王がね考えるぐらいですねこの時高氏の評判というのは高くなっていた。 もちろんこの状況を後醍醐天皇も警戒はしていたようです。高氏が力を持ちすぎいいけないなとでも後醍醐天皇にとっても高氏の存在というのは非常に大事ですから、まあ、うまくねお互いいい関係を築きたいというふうには考えていたと。 思われます、まあ、この辺りのね高氏と後醍醐天皇の関係っていうのもね非常にこう複雑でね、うん、こう本当人間関係で難しいなっていうふうに思うんですけども、まあ、かなり絶妙な立場にいたんですよ高氏というのはね、えー、非常にその朝廷から評価され天皇から評価され、えー、すごいっていう風になってるんだけどその力に反感を持つ人たちも多いというねかなりちょっと危うい状況でしたでそんな中で、えー、北条時行による中仙台の乱が起きるんですよ はい、北条時行が「鎌倉幕府再興するぞ!」っつってね北条の生き残りの時行が立ち上がるわけですね諏訪頼重とかの力を借りてでこの時行の挙兵によってですね鎌倉婦、まあ、当時は足利尊氏の弟忠義が責任者ですね、まあ、一応成吉親王っていうのもいるんだけど、まあ、責任者としてねこの鎌倉守ってたんですが時行に負けちゃうわけですね。はい まあ忠義はね本当にあの、まあ、戦というより、ね、政治向きの、ね、タイプの人間だからということなのか、まあ、しょっちゅう負けるんですけど、まあ、ここでね時行に敗北して鎌倉が占領されてしまいますと大変なことだと鎌倉幕府せっかく滅ぼしたのにまた復活しちゃうぞということで高氏がですね,、えーこうねまあ、弟もやられてしまったしねそれを助けるためにもこの、ね、鎌倉幕府再興を止めるためにも私が自ら向かって出陣してこの北条時行を倒しに行きますというふうに高氏が言うわけですね。はい で最初高氏は征夷大将軍に自分をしてくれと自分をその武家のトップである征夷大将軍にしてくれればお武士たちっていうのが自分に従うようになるから、まあ、有利なわけですよね北条時行はあくまで俗軍だと、ね、鎌倉幕府をね最高とか言ってるけどいや武家のトップは俺なんだよっていう形にしてくれれば、まあ、戦いやすいですからあ後醍醐天皇に征夷大将軍にしてくれって言うんですけどこれを後醍醐天皇は応じなかったんですね征夷大将軍はちょっとごめんとん正統将軍にしてあげるからそれで行ってちょうだいみたいにな,、ね、なるわけですね 征夷、はい、大将軍になれなかったんですよやっぱそこにはその後醍醐天皇が高氏を警戒してたっていうのもあるんでしょうね高氏のことは信頼してるんだけどもし高氏にね征夷大将軍を与えてしまったら本当にその武家のトップとしてまたその、ね、新しい鎌倉幕府みたいなね足利が高氏が建てちゃうかもしれないじゃないですか、まあ、そういう怖さがあったのかもしれないですそれで征夷大将軍にはせず正統、まあ、将軍ということでですね、えー、高氏を派遣してで高氏は見事時行軍を撃破して、えー、鎌倉を奪還することに成功しました まあこれで時行軍を、ね、撃退したので、名、えー、たち名たちとなっていたらよかったんですが、まあ、ここでですね、えー、高氏があ後醍醐天皇からの気楽要請に従わないという動きを見せました。後醍醐天皇は、はい、もう終わったからもう帰ってきてねって、あ高氏早く帰ってきなさいというふうに言ったわけですよね。でも、高氏はそれを断ってですね、いや、ちょっと行けませんと。いろいろ今、忙しいんで行けませんとですね、えー、こ,れをこれに従いませんでした。 まあこれによって、えー、後のねこう南北朝の動乱というのが始まっていくわけですよ、えー、足利尊氏と後醍醐天皇が対立していく後醍醐天皇は自分の言うことに従わなかった尊氏から官位、えー、を剥奪してで最終的には朝敵にしてるんですよねあいつは賊だと朝敵だみんな尊氏を倒せというところまで行っちゃうわけですでその戦いの中で尊、えー、氏はその、ね、別の系統の皇族をですね天皇に立てて北朝というのを作って南北朝の動乱が生まれてしまったわけです はいまあ、言うなればこの北条時行の挙兵によってまあ南北朝時代というのは始まったということですね時行が挙兵してなかったら高氏が京都離れることなかったわけですから、えー、その後どうなったか全く分かりませんからね大きなきっかけを時行は実は作っていたんですね。まあ、この時このねちゃんと高氏があ後醍醐天皇の、ね、言う通りね、えー、気楽していればですね、まあ、ここまでの大事にはなっていなかったのかもしれないんですけども、まあ、この高氏が 五代天皇の、ね、言うことを聞かなかった理由っていうのは、まあ、具体的にはおそらく分かってないです。まあ、いろんな、ね、要素が あるとは思うんですけど、ね、その関東のね、えー、武士たちがやっぱりそのお武家のねトップとしてね高氏さんにいてほしいっていう声もあったでしょうし、まあ、実際こうね反乱、えー、でめちゃくちゃになっている鎌倉をね簡単に離れたらまたその時々とかがね、えー、復活して反乱してくる可能性もありますから治安維持のためにもいた方がいいですし、まあ、そもそも自分がねその森吉進路に命狙われたりとか、まあ、かなり京都で、えー、きな臭い立場にあったわけじゃないですか高氏っていうのはねそんな命狙われるかもしれないところに帰りたくないよっていう気持ちもあったかもしれないし、まあ、いろんなね、えー、気持ち があったとは思うんですけどもただですねこの時足利尊氏が後醍醐天皇に対してですねムカ、えー、つくわみたいなね後代醐天皇ぶっ潰してやるわみたいなそういう反乱の意思みたいなのがあったわけではないっていうところがあこれまた面白いんですよね。はい 賠償論というね南北朝時代のことが書かれた歴史書があるんですが、まあ、その中でですね、えー、この足利高氏は後醍醐天皇のお気楽要請にね、えー、お断ったことについて、えー、心の中では従いたかったというようなことを言ってるんですよね。本当はもう後醍醐天皇のことはもうめちゃめちゃあの崇拝してるから高氏は、えー、本当は心の中では従いたかったでもできなかったんですっていうようなことを言ってるんですね。はい、でその後もその後も天皇にに向かう意思はないいですよってことこを見せるために、えー、窒して 自分は後ろに引っ込んだわけですね。出家して。あとは、忠義に任せるよって言ってね、えー、忠義に任せたんだけど、あの新田義貞とかが五代後天皇に言われてね、その忠義を倒しに来て。で、忠義はあんま強くないから、やばい、忠義がこのままじゃ死んじゃうっていうなった時に、えー、高氏がもう弟を助けるためならって言って、また戦場に前戻ってくるみたいなねことがあるわけなんですよね。そういったところからもう、 高氏がその後醍醐天皇にもう反旗を翻る,るつもりが最初からあったかっていうとそうではなさそうなんですよねただ本当は後醍醐天皇の言う通りにしたいんだけど心の中では従いたいんだけど、まあ、実際にはできないんですっていうねそういったまあ複雑な感情がこういった記録から読み取れるっていうのが本当にねこの高氏の面白いところなんですよね。 はいまあ「逃げ上手の若君」の中ではだいぶこの高氏がなんか,、うん、なんかね最古というかねあのぶっ飛んでる何考えてるかよく分からんぶっ飛んでる魔物みたいないろんなこう感情がごちゃまぜになってるちょっとなんかやばい人みたいな感じで書かれてますけどもまあ、ねそういった面ももしかしたらあったかもしれないですし、まあ、あくまでねその人間性っていうのは歴史のねその残ってる記録から断片的に集めて想像することしかできないんで本物の高氏が本当の高氏がね 何を考えてたか分かりません。こうね心の中では従いたかったっていうのももしかしたら嘘ついてるのかもしれないし、うん、そこは真実はもちろんわからないんですけども、まあそういうねいろんなこうキャラクター像をね想像できるのがこの高橋の面白いところだなというふうに思っております。さあ本日の話はここまででございます。いかがでしたでしょうか。えー、足利高橋本当に面白い人物ですね。 この後、高氏がね北朝を作り、南朝とね激しい戦いを繰り広げていく、まあ、それこそ楠木正成らと、ね、戦う話なんかは、またいずれ動画で話したいと思います。えー、続きが、ね、気になるという方は、ですね、えー、ぜひねご期待いただいて、チャンネル登録、えー、高評価もよろしくお願いするでござる、えー。参考文献などは動画の概要欄に書いてありますので、詳しく知りたいという方はそちらもチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。さらばじゃ